こんばんばはラジオ深夜便のようなもののお時間がやってまいりました学習参考書というのはいろんな出版社から出ているわけですけどもまあ出版社によって特徴特色がありますよね、うん、予備校系の出版社と呼ばれるところがあるわけですよ河合、えー、塾さんでしたら河合出版 えー、代々木ゼミナールさんでしたら代々木ライブラリー寸大でしたら寸大文庫っていうのがね、まあ、あと東進さんは東進ブックスっていうのがあるわけですけどまあそういうのと比べる、えー、そういうのとは違ってあとはまあいわゆるまあ普通の出版社、うん、もういくつかあるわけですね、うん、たくさんたくさん出してくれるところっていうのはでもういわゆる予備校系の出版社っていうのは うんまあ、普通の他の出版社にはない強みっていうのがねいくつもあるんですよねでまあそれをまあここでお話ししてしまうとね、うん、まあその情報漏洩というとこまでいかないですけど、うん、まあそう,そういった出版社のメリットがね、えー、まあバレてしまうっていうのはまあ営業妨害になると思いますからお話ししませんけどただねその。 いわゆる普通の出版社、まあ皆さんが思い浮かぶところですよ、は逆立ちしても勝てない、予備校系出版社には逆立ちしても勝てない点っていうのがいくつもあります。もちろん逆もありますよ。その予備校系出版社が、まあその、まあ民間の、まあ民間ってうとおかしいですけど、まあいわゆる普通の出版社に勝てないところも、 多くあると思います。ただそれに関しては努力で差が埋められるような点なんですよで。普通の出版社が予備校系出版社に負けている部分、予備校系出版社が勝っている部分っていうのはこれはね差を埋めようがないポイントなんですよ。なのでそのあたりの違いっていうのがまあ出てくる学参問題集に色濃く 出てます例えば私が、ね、出してるようなね重大ドリルなんていうのはおそらくはあれはまあまあ何せ地味ですからねまあタイトルも地味ですよですけどありがたいことに、うんまあ、ものすごい売れてるわけですよ、まあ、世間的によく「この本すごく売れてます」って紹介されてる本 ととかと比べてもうんまあじゃあお前印税でむちゃくちゃ儲かってんだろうって言われると、うん、まあなんかねそ,、まあ、そうでもないんですけどね、うんまあ、住宅ローンとかあったりねあのパワーサー買いでガチャ回しちゃったりとかね、うん、あるので、うんまあ、そんな儲かってはないんですけどまあとにかくね学さんってのもいろいろあるんだけど、うん、まあ本当に出版社によって違いがあるなというのを 感じております。きなちゃん眠いね。うん、カメラだよ。こっちね。ぽっちゃんは寝てるかね。深夜だもんね。うん。まあ、私も今後まあ企画段階のものも何冊かあってまあ、今執筆中のもあるんですけど、まあ、なんとかね。あの1年2年で消えるんじゃなくって。まあ長く使っていってもらえるもの。 まああの僕がねこの世を去った後でも、まあ、あの僕が書いた本が日本の英語教育に貢献していけるっていう、まあ、そういったものを目指して書いています、まあ、書いていますって言いながら今の新刊全然進んでないんですけど書いていてきます今日はこの辺りで終わります ラジオ深夜便のようなもの本日はこれまで「でん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 で